で何よりも、こういったことを、ある意味で非科学的なことを、世界中がデータを見た上で納得して、これはしょうがないねってことで合意した上で流すとかっていうことではなくて、一方的にこれが科学だと言いながら、データが足りないぞ、あまりにもありえないだろうってことを突っ込まれながら流すっていうのは、テロ行為ですよ。 いつか味方してくれてる人たちからも、はしご外されることを考えなきゃだめなんですよ、これに対してアメリカ側とか、G7 の国の中ではなんとなく許してくれてるような雰囲気の中でこのまま行ったとしても、おそらくこの先も、ある意味で彼らについていくってことをしないと、この部分に関してはしご外されたりとかするの怖いじゃないですか。だかかからら悪いい方向にしか行かななんんですよこんなことやっっちゃったら